雰囲気ありますね。うん、昔通ってた学校の先生がとても霊感のある先生で、よく心霊話をしてくれました。先生は実際に霊を見ることができて、例えばホテルの部屋でお風呂に入っていたら、何かゾクッと感じてシャワーカーテンを開けると女の人が立っていたり、ベッドの上に寝転がって天井を見ると黒い人影が無造作に動いていたり、とにかくいろんな話を教えてくれる先生でした。そしてある日、先生が今までよりももっと怖い話があるから次の授業の時に話すね、楽しみにしててねと言ってくれたんです。私は怖いと思う一方、とっても楽しみにしていました。しかし数日後、先生が学校に来ることはありませんでした。先生は亡くなっていたそうで、今でも原因は不明なようです。いや、一番良かったです。いや、ちゃんとオチもしっかりしてて。確かに意外な大関の才能。いや、怖かった、うん、その病気とかじゃなくって、全然まだ原因不明なの。はい、若い先生なんですよ。でもみんなが言うには、その霊感が強いから連れて行かれちゃったんじゃないか。なんかね、そのそうか、うん、これはちょっとこれ一番ゾクゾクいいですよね。